株式会社クリーチャーズはゲームソフトやカードゲーム、コンピュータグラフィックス、デジタルアニメーション、玩具、書籍等の企画、開発会社。東京都千代田区に本社を置く。石原恒和が株式会社エープを退社して設立されたゲーム会社である。ポケットモンスター関係の開発に関わる企業の一社であり、原作であるポケットモンスター赤緑の時から、 ゲームソフト開発に関与。そのため、コンピュータゲーム版、ポケットモンスターシリーズの著作権を、発売元の任天堂株式会社、開発元の株式会社ゲームフリークとともに3社で共有しており、この3社で後にシリーズのライセンス管理を手掛けることとなる、株式会社ポケモンを立ち上げている。ポケモン関係以外には、任天堂64や任天堂ゲームキューブ Wii などで発売される 3D ゲーム化されたポケモンキャラクターの 3D モデリング制作やトレーディングカードゲーム、ポケモンカードゲームシリーズの企画、開発とカード E の企画、開発も行っている。また、NHK のみんなの歌のアニメーション制作、絵本、ポケモン絵本シリーズの執筆であったり、多方面に向けて活動しているゲーム筐体。ありがとうございます。